えー、芸能事務所のいいい。選び方を教えてください無名の事務所のやりたいことができる場所か有名な方が所属している事務所か、えー、文化にに最終的に興味があります。いい事務所と悪い事務所って結構難しくてあの例えばじゃあ吉本興業というのがいい事務所かっていうとあの客観的には吉本興業が抑えてるそのテレビ番組の枠とかがあったりするんですよ。 要はその吉本興業自体がそのテレビ番組を作っているのでそこに出てるタレントっていうのも吉本興業が決めることができます,できますみたいなところがあってなのでその吉本興業,業が制作しなかったとしてもじゃあその有名な番組とかでそのじゃあダウンタウン松本さんが出るっていうのだから代わりにこの人も一緒に押し込みますみたいなそういう押し込みもできたりするんですよね。 あの抱き合わせ販売みたいな <laughs> っていうのがあって吉本興業ってその売る気になったら売るっていう能力がめちゃめちゃ高いんですけどただタレントが1,000人以上いるのかななのであの基本的には90%以上の吉本工業に所属している人は会社で何もしてくれないけどなんか学校に NSC みたいなの帰れって言われてお金を取られたりっていうのもあったりします。 なので、そのなんかすげえかわいいとか能力値が高いとかであればその売る力のあるあの事務所っていうのはすげえ頑張ってくれる場合があるんですけどただ6,000人いるのごめんなさい6,000人でした。<laughs> なので基本的にはそのめちゃめちゃかわいいとかなんか喋れるとかっていう能力がないのであればその大手事務所に入ると埋もれて終わりです。 であの、ちっちゃい事務所の場合はそこら辺がその要はあの二人三脚で頑張ろうと思っている人しか採用されなかったりするので採用されると二人三脚で頑張ってくれるっていう場合もあるんですよね。でただあの、文化人って基本的にギャラ安いのと仕事が限られるんですよ そのあのバラエティ番組芸人さんとかじゃあ歌手ですとかになるとじゃあそのなんかライブやりますとかっていういろんな仕事があって売り上げ出すんですけど文化人ってじゃあそのホールを借りてじゃあ1,000人客入るかっていうと入らないじゃないですか。でも芸人さんがじゃあお笑いのライブやるよっていうと1,000人の入るとかじゃあ歌手ですライブやりますっていうと1,000人入るとかっていうのができるので基本的には文化人って儲かんないからあまりやりたがらないんですよね。 ただ吉本みたいなところが文化人枠で入る人がなぜいるかっていうと何にもしないんですよ。何にもしないんですけどあの一応なんか吉本の所属してるっていうのになると僕みたいなその事務所に所属してない人だとギャラ5万円なんだけど吉本に所属してると20万円みたいなパターンがあるんですよ。 いやその芸能事務所に所属してるからギャラが高いっていうパターンがあってなんで芸能事務所に所属するだけで僕多分ギャラ倍ぐらいになると思うんですよね。っていうのがあってその最初からオファーが来る人だったら芸能事務所に入る文化事業が入るっていうのは意味がある場合があるんですけどただ営業をちゃんとやってくれるわけではなくてでその結局じゃあオファーが来た時にやるよっていうだけで,でオファーがない場合は自分から売りに行かなきゃいけないんですよ。 なのでじゃあ例えば僕がそのじゃあ吉本に所属して文化人枠芸能事務所枠でギャラ倍になったとしても吉本が仕事を取ってくれるわけではないのでじゃあ自分で仕事を取るために動きますってなるとじゃあ自分でマネージャー雇って動いた方がいいよねってなると結果としてそれその芸能事務所に所属しないで自分で来て雇って営業した方がいいよねってことになっちゃうんですよね。 な武井壮さんとかは個人事務所でマネージャーを自分で雇うっていう形でそのギャラ交渉とか営業も全部自分でやるっていうそういう形でやってるっていうパターンだったりするのでなのでその自分がどういうスタイルでやりたいかによるんですよね。今その何にもしたくないですっていうのであればたまに仕事を入れてくれるっていう芸能事務所に所属するのもいいしあのバンバン自分で売っていきたいよねってなるとむしろ自分で個人事務所で営業した方がうまくいくっていうパターンもあったりするんじゃないかなと思います。 なのであの正解がそのその人によるっていうあのすごく適当な答えになっちゃうんですよね。えー、雨上げに決したいの監視さんについて広木さんの見解を聞きしたいです私から見ると宮迫さんは全くとは言いませんが悪くないと思います人生は限られている中いつ芸能界を復帰させてくれるかわからない、えー、クソ吉本の老害どもの判断を待つより youtube にチャレンジし成功して宮迫さんの判断は妥当だと思いますし素晴らしいと思いますそれにそれで扱えなそうな穂田原さんが嫉妬し解散なっただけにしか見えません えー、テレビやきれい事とやたら並べてつまらないのでひろゆきさんの話を聞いてみたいと思いましたいやーあのホタハラさん多分ちょっとメンタル病んでると思うんですよね要はその宮迫さんいない状態で俺全然やれてますなので雨上がり消したいというグループとかって別に俺所属する必要ないっすっていう状態であれば全然いいと思うんですけどあのまあアメトーク途中まで見たんですよ僕まだ最後まで見ないですけど。 本原さんんほとんど喋ってないんですよね芸人さんまあ宮迫さんが久しぶりに入ってきて宮迫さんがこう面白い話をするのとその東野さん出川さんとか、まあ、基本みんな喋れるゲストの人なので喋れるゲストの人が面白いことを言って回すっていうので本原さんの回し要は白かあのねじれ肛門って言われて笑いを取るとか誰あれ剣道小林さんが面白いことを言って笑いを取ってる状態で。 アメトーク続けた方がいいよっていうので蛍原さんは「アメトーク続けたくなかったけどまあ宮迫さんが続けた方がいいよ」って言ってし出川さんも続けた方がいいよって言ってたって話ででぶっちゃけ蛍原さんいなくても「アメトーク成立するな」というふうに僕は見えたんですよあの番組を見て。 一応その宮迫さん蛍原さんの雨上がらき死体がいて始めた番組だからその片割れが司会という形の方が落ち着きがいいよねという状態で蛍原さんがいるんですけど蛍原さんじゃない人がやったとしてもこれ完全に成立するよねっていう状態ででその蛍原さんがまあその繊細で頑固な人だっていう紹介をまあされたと思うんですけどなんでその宮迫さんと関わり続けてずっと謝り続けるというのが俺はもう耐えられ だからその宮迫とは関係ない人生を歩みたいっていうのが原さんんんの選だだ道だと思うんですよその気持ちは全然わかるんですけどただ関わらない人生を歩んだとしても、まあ、家族とか今後の人生とかもあると思うので仕事は残しといた方が得という判断になるはずだと思うんですよ。要はあのの状態の原さんを見て 蛍原さんの名前で冠番組をおはらするテレビ局ありますかっていうと多分ないんですよ。なのでまあそういうのがあるから全然俺はその自分の名前で食っていけるぜってなるんですけどでも今のところ多分そのアメトーークという場所ぐらいしか多分その続かないと思うんですよね。なので若手芸人さんの場所ではあるし。 でその蛍原さんの収入の源でもあるのでアメトーークは続くべきだよっていうのを他の芸人さんが言ってるのはもうすごく正しいと思うんですよただ他の芸人さんがそのお前の実力だと冠番組なんかもうモテないからマジでやめんのとか間違ってるよっていうのは多分言えないんですよでも本心多分そういう感じに見えると思うんですよねなので僕はそこらの辺の,その冷静な判断ができてない時点でその蛍原さんはちょっとその カウンンセリングととかか受けた方がいいいんじゃないかなと思ったんですよで宮迫さんっていう人が何でこんなことになったかっていうと多分優秀だったのが問題なんですよその蛍原さんがあの YouTube をやっているということ自体がその蛍原さん的には納得がいかなかったっていう話だと思うんですけど多分あの宮迫さんが YouTube 超失敗してたら大丈夫だったんですよ。 あのなんか登録者数が数千人とかで再生数も全然回んなくて TKO 木下さんみたいにマジで儲かんねえみたいな感じであればほらね YouTube ダメだったでしょでその吉本興業にもう土下座して謝ってなんとか食わせてくださいっていう形にして下から入るっていうのであればまだ成立した可能性もあるんですけど生地宮迫さ,さんが YouTube 成功しちゃったんですよね。 で成功しちゃったせいでその別にテレビとか戻んなくてもこいつ食えてんじゃんっていうのがもうみんな見えちゃったんですよ。なのでその本来守るべき村社会吉本のルールっていうのを守りませんでした。 で守らなかったやつがひどい目にあって謝って帰ってくるんだったら俺たちの村社会に戻してやるぜと。なので村社会のルールは守ってみんなでやりましょうねなんですけどルール守らなかったやつが超うまくいっちゃったっていう時に戻ってきたらルール守んなくていいじゃん俺うまくいったしってなっちゃうじゃないですか。なので余計に戻せないっていうので宮迫さんうまくいったのが良くないっていうことだと思うんですよね。 あのそもそものなんか「宮迫悪いやつだよね」とかで確かにあの彼が金塊強盗だったことは僕もよくないと思うんですよ。あこれ冗談で言ってますよ。<laughs> あのじゃあ「宮迫さんがやった悪いことって何ですか?」って言った時に「ちゃんんんとと説明できる人あんまりいないな思うんですよねあの闇営業」という名前で呼ばれたことが良くなかったっていうことになってるんですけどそもそも吉本芸人闇営業はほとんどの人がやっていましたと。 でこれはあの宮吉なのであの闇営業自体がよくないっていうのは実は論点ではなくて若手の芸人とかも普通にその何かあの紹介されたちょっとした仕事とか結婚式の司会とかってやったりしてお金もらってるのは普通にありましたと。なので宮迫さんがやった本当に悪いことって何なのっていうのって闇営業ではなくて吉本の偉い人に嘘をついたことなんですよ。で吉本の人にとってみたら 嘘つかれたすすげえムカつく話だと思うんですよねこのパターンをやったのが極楽、えー、と,とんぼの山本さん極楽とんぼの山本さんもその若い女の子に手を出すっていうのをやりましたで板尾羊さんっていう人も若い女の子に手を出すっていうのをやりましたなので若い女の子に手を出すっていうのをやった2人の芸人さんがいるんですよでも板尾羊さんって吉本で普通にの戻って仕事してますと山本さんっていうのは戻るまでに10年ぐらいかかったんですよね じゃあその違いは何なのっていうと伊藤さんはあのもう若い女の子手出たしましたすいませんって謝って謝ったから吉本的には悪いことはしたとでも吉本の幹部に嘘をついたわけではないので俺たちの仲間だよねとで山本さんの場合は悪いことはしましたで幹部に嘘をつきました 嘘をついたということはもう仲間じゃないよねっていうのなので宮迫さんがやった悪いことって吉本の幹部に嘘をついたかどうかなんですよね、まあ、もしくは極楽ともに、ね、の山本さんってで外部の人から見ると、まあ、僕らは別に吉本関係ないじゃないですか別に吉本の偉い人に嘘をついたかどうかとか超どうでもいいわけですよでそれよりはどれだけ悪いことをやったかどうかでまあその未成年の女の子に手を出しましたよねそれは悪いよね干されるべきだよねわかりますと。 で闇営業悪いかっていうと超普通なんですよ別に事務所通さないで仕事するの普通にやるでしょでそれ認めてたよねとでなんか事務所通してくださいよっていうのってまああの YouTuber とかでもその事務所通さないであの勝手に仕事を受けてやってる例とかもいっぱいあってでそれは事務所にとってはなんとか事務所通してくださいよっていう話なんですけど。 で別になんかそんな一般市民から取ってみたら知ったこっちゃないじゃないですか要はそのその会社の論理であって社会の善悪ではないのででただ吉本的にはまあその宮迫さんはそういうことやったから戻すわけにいかないとでそのパターンでいくとあの極楽とんぼの加藤さんっていう人も吉本にエージェント契約っていうのをやったんですけど結果1年で切られたんですよね でなんで切られたかっていうとあの別に仕事は続いてるんですよなんか『スッキリ』っていう番組の,あの仕事をずっと吉本経由でやっててで別に視聴率も続いててその司会の仕事も続いてますと。で何で切りますっていうのになったかっていうとそのエージェント契約をするみたいなうちに歯向かうようなやつが居続けると歯向かってもいいんだって思われてしまうから嫌だっていうのがこれあの僕の予想ですよ。あのこれ公式ののっって言って言ないので なののでその嘘つくやつは嫌だとか俺たちに歯向かうやつは嫌だっていうその吉本の村社会の論理を言って行動してるだけなんですよ。なのでじゃあ加藤さん悪いやつかっていうと別に僕どうでもいいんですよね。で吉、その宮迫さん悪いやつかっていうと別にそれどうでもいい話で。なのでそのなんかどうでもいい話なんですけど問題はメディアは芸能事務所に忖度するんですよ。要はその スポーツ新聞とかがあの要はこういう芸人がこんなに悪いやつだみたいなことをいっぱい書くんですけどでそういうとこって芸能事務所と仲良くないといい情報とかいい話とかもらえないので芸能事務所にこいつを叩けっていうのが来ると、まあ、ガンガン叩くんですよ。っていう結果そのなんかメディアを見てる限りなんかあの人金塊強盗でもしたんじゃないのみたいなすげえ悪いやつっていう印象がついちゃうんですよ。 でもなんか本当にこの人がやったことは何なのっていうふうに思うとなんか別に宮迫さんそこまで悪いことしたのっていうのとあとまあ蛍原さんぶっちゃけ冠番組作る実力ないよねっていうのがあるのでなんかあの騒動はいかがなものかなと僕は思いましたはいだからなんかどうせ金塊強盗やったと思われるぐらいやったら本当に盗んだ方がいいのよね本当にすいません <laughs> 犯罪強さをすると YouTuber をかれるらしいのではいここはあの全権撤回しますすいません えー、吉本の養成所に通ってるものです作ったネタをなんとかかに見せたところ売れてる人のネタを分析するくらいの努力をしろお前のオリジナルは全ての作品の介護官と言われてしまいました悔しいです論破してくださいお母さん超優秀だねあの論破する暇があったらちゃんとネタを作ってお母さんに見せた方がいいですよお母さんすげえ優秀